そうか、イシュバールの賢者の石のため、イシュバール人を戦争で追い詰めれば、大いなる術で賢者の石を作る者がいるかもしれないって、そこまでやる？全部ホムンクルスが仕組んでいたんだ。そうか、ヒューズさんはそこまで気づいて殺されたんですね。ふざけやがって！ちょっとエルだ！どうしたのよ！ヒューズ中佐だ！僕たちがセントラルを出てすぐじゃないか！やろう！なのに俺たちには内緒に！知ってたのか！ごめん、私もこないだ知ったばかりだったの。とにかく中に戻ってください！ふざけるな！ヒューズ中佐が殺されたなら、それは俺たちのせいだ！なのに、あいつは。いい加減によし！あの人は意地悪で教えなかったわけじゃないだろ。ヒューズって人の話は聞いたよ。よくしてもらったそうだね。だけどマスタングさんは、お前たちに復讐なんて考えてほしくない。そんなことよりもっと大事なことがあるって言いたかったんじゃないのかね。でも私ずっと誤解してました。大佐はヒューズ准将のことなんてどうでもいいんだって。でももしかしたら、偉くなるこの国で一番、それが約束だから。そのためには復讐なんて個人的な感情よりも出世の道を探る。大佐は大人だね。そんなのありかよ。大事な人殺されて、その犯人も分かって、だけどその仇より大事なことがある。それが大人のやり方ってことかよ。お前だって目的のために軍の犬になったじゃないか。あの野郎、やっぱ